の片山誠一、そして東軍が安倍ジムの高橋直人。高橋直人は高校生です。片山は6勝3敗、3KO があります。一方安倍ジムの高橋直人、6戦して6勝 4KO、 負けがありません。この安倍ジムの紺のトランクスの高橋がこの大会では非常に注目されている。そうですね、一番見どころのある選手ですね。はい、果たして高校生チャンピオンになれるかどうか。今月の11日が都立府中農業高等学校の卒業式という高橋です。168センチ、中学の 1,2 年生までは野球をやっていたそうです。紺のトランクスの高橋です。一方大砲ジム赤いトランクスの片山誠一、22歳、今日が10戦目。過去9戦して6勝3敗、6勝のうち3つ KO 勝ちが含まれています。この3 KO は最近3連続 KO です。そういう意味ではポロさん、この片山もかなり自信をつけてるでしょうね。そうですね、最近相手がね、最優秀の先生ですからね。はあ、そうですね、東軍のね、だから食ってやろうという心意気あると思いますよ。はい、まあ、それと高橋君ですか。はい、まあ若いのにね、ジャブを出した時に右でバックステップしてね、右するとすぐ立つでしょ。はい、はあ、それは新人バラにしたねテクニックなんですよ。はあ、今のジャブにしろね、はい、ちょっとサイド顔を左向けて打ってるでしょ。ちょっとあれはできないんです、普通の選手は。ああ、なるほどね、難しいですよあれは。はい、右ストレートにかなりの破壊力を持ってるわけですね、この人は。そうですね、カウンターが上手いですね。はい、だから東京の時の決勝の時、KO 率10割の関東ワールドスポーツのね、はい、KO したでしょあれ。はい、あの時は足とカウンターブローでね、倒したんですね。東日本の決勝では2ラウンド2分27秒でした。ああ、そうですか。はい、ナックアウト勝ちしています。もう見事な KO でしたね。はい、東日本新人王の最優秀選手に輝いています、紺のトランクスの高橋直人。安倍ジムです。まだまだ伸びる要素がありますね。はい、だから試合落ち着いてますよ。18にしては18ですか。そうですね、18歳ですね。落ち着いてますよ。昭和42年の11月17日生まれです、高橋。頼もしいですね。はい、セコンドについている安倍会長も試合前アポロさんとお話になってました。あーと左フックですね。左が入りました。あー、見事な左フックです。一発で倒しました高橋です。かなり効いています。ようやく立ち上がった片山。さあ、チャンスです。残り時間がしかしない。第1ラウンドです。左右のパンチ。第1ラウンドゴングです。第1ラウンドゴングです。素晴らしいカウンターパンチですね。素晴らしいですね。ですね、はい、早かったですね。見事なパンチを奪いました。片山が攻め込んでいったんですが、見事にチャンスをつかみました。そうですね、はい、この左です。右がちょっと届かなかったような感じですが、左がピシッと決まりましたもんね。そうですね、素晴らしかったですね。はい、セコンドについている安倍会長ですが、だいぶ試合前アポロさんお話しされてましたけども、はい、力が入ってましたね会長もね。そうですね、あんまりね、はい、高橋君にね、おだてること言わないでくれと言われたんですね。はい、若いですからね。さあ、第2ラウンドが始まります。赤いトランクスの片山、第1ラウンドダウンをもらいました。昔ね、安倍ジム の特にね、はい、金沢和義さんってそうでした。その選手を小型にしたような、ね、感じですね。はい、まあ、安倍会長自身が、まあ、基本的に忠実な選手ですからね、人ですからね。はい、まだ高校生の高橋直人、今度トランクスです。一方22歳赤いトランクス大砲ジムの片山誠一。軽く左を出します高橋。なかな
高スピードありますね、やっぱりね。そうです、思い切って振りますね。はい、また左ですか？いや、右ストレートです。右ストレート、はい、タオル入りました。中打ち、見事な KO 勝ちでやります。バンタム級新人王に輝きました高橋尚人。すごいですね、なんか目にも止まらないと言いますか ね、 そうですね。安倍会長らしいですね。勝ってもね、はい、選手に怒らず。あ、そうですね、はい、見事な KO 勝ちです。今の右ストレートは顎の先端ですね、はい、膝から倒れたんでしょう。ガカッときましたからね。そうですね、2ラウンド54秒高橋尚人のこの番組でございます。これは楽しみな選手ですね。そうですね、高校生チャンピオンということになりました。どうやった、どうやった、どうやった。さあ、それでは今のシーンをご覧いただきましょう。右ストレートですね、顎の先端ですね、はい、ああ、右に、ね、あ、そうですね、顎の先端ですね、はい、しかし脳から足に来るんですね、はい、綺麗な右、あのストレートも素晴らしいですね。そうですね、パンチが切れますね、やはりアポロさん、まずやっぱりストレートが綺麗にきちっと打てる選手というのは、そうですね、いいわけですよね。そうです、そうです、腰が入ってます。はい、まだまだこれからね、ええ、動けばね、素晴らしい選手になりますね。右の見事なストレートでナックアウト勝ち、バンタム級の新人王に輝きました。高校生チャンピオンになりました高橋尚人です。